おはようございますと言ったらいいですかね。お集まりいただきましてありがとうございます。これからですね、SF の入学座談会を始めていきたいと思います。はい。私、SF 日本事務局の平野と申します。どうぞよろしくお願いします。で、今日はですね、SF で留学した帰国生4名をお呼びしてですね、留学の魅力と、留学で感じた本音をぜひ皆さんと一緒にお伺いできたらなと思っております。あまりですね、堅苦しくならずに、アットホームな感じで楽しく自由に進めていければなと思っておりますので、皆さんもね、最後までぜひご参加ください。今ですね、録画をしているんですけども、今回この座談会を、見逃した方に向けて、一応ですね、録画をしているんですが、参加されている皆さんの名前が出たりとかっていうのは、ないので、ご安心ください。で、今日の、内容なんですが、よいしょ。この、スライドの通りで、進めていきたいと思います。まずはですね、帰国生4名による留学先大学と、留学先の国の魅力をご紹介いただきます。5分ずつですね、各行っていただきます。で、参加されたね、皆さんの中では、SF の留学先でどこにしようかなってまだね、迷われてる方もいらっしゃるかなと思いますので、ぜひ今日、参考に、聞いていただければなと思います。で、次にですね、今回ご予約いただいたときに、帰国生に聞きたいことってことで、質問を募ったと思うんですけども、皆さんから集めたね、質問を、帰国生に回答していただくパネルディスカッションを、行っていきます。後半のパートでは、聞いていきます。で、残念ながらちょっと時間の都合上、全部の質問を聞くことができないかなと思うんですけども、できる限り多く帰国生に答えていただくよう、こちらもね、うまくやっていきたいと思います。で、最後に簡単ですけど、SF からのお知らせをお伝えして、本日は、終了となります。はい、本日内容盛りだくさんの、1時間になっておりますので、早速次に進んでいきたいと思います。はい。ですね、今日、お話しいただく帰国生のご紹介をまずしたいと思います。はい。今日は4名の、学生さんに来ていただいております。まずはですね、アメリカの、カリフォルニア大学、サンタバーバラ校に留学を、学部、括弧語学科目付き、プラス学部授業履修で、留学されていた、高木あやみさんですね。はい。今日来ていただきます。ちょっと手を挙げて、ここですよ、と。あれ、いらっしゃるよね。はい。ありがとうございます。じゃあ今日はよろしくお願いします。で、次ですね。同じくアメリカ、留学された、カリフォルニア州立大学ロングビーチ校に、語学プラス学部で留学された、笹本朱里さんですね。はい。どこにいらっしゃいますか？手をちょっと 上げて、ありがとうございます。はい、今日はどうぞよろしくお願いします。で、次ですね、カナダ、カルガリー大学の語学のプログラムで、留学されていた、福原優香さんです。どこにいらっしゃるかな？ごめんなさい、私が見えてない。ありがとうございます。はい、今日はどうぞよろしくお願いします。で、最後に、男性のゲストですね。ウェストミンスター大学、語学プラス学部に、留学されていた池田成雄さん。はい。どこにいらっしゃるかな？ありがとうございます。はい。じゃあ、今日はどうぞよろしくお願いします。この4人が、本日ですね、ご参加いただいて皆さんのね、質問に答えていただきます。はい。アメリカ、カナダ、イギリスね、3カ国ですね、揃えて、皆さんお話ができるので、今日とっても楽しみにしております。では、時間がないので、早速ですけども、まずは最初のパート、皆さんからですね、留学先大学と国のね、魅力紹介っていうものをやっていただきたいと思います。で、順番は、高木さんからですね。
行っていただきますので、ちょっとお待ちください。私の方で、プレゼンの準備をしますので。では、大丈夫です。はい。高野じゃあ、さん。始めさせていただきます。2022年の3月から12月までカリフォルニア大学サンタバーバラ校 UCSB に留学していた高木あゆみと申します。で、私から UCSB と、あと、まあ、アメリカ、カリフォルニアの魅力をちょっとお伝えしたいなと思うんですが、まず、UCSB の魅力として挙げられるのが、まあ、校舎、キャンパスの、美しさかなと思います。で、LA から1時間45分ぐらいのところに位置しているんですが、まあ、そういった都会からちょっと離れているからこそ、こうビーチと、あとはこう自然と、あとはこう広大なキャンパスに囲まれて、こう写真に写っているのが全部キャンパス内から撮った写真なんですが、そういったこう綺麗な環境に囲まれて勉強ができるというのは一つ魅力かなと思います。で、左の写真は図書館の前で、あとはまあサンセットだったり、あとは、キャンパス内にあるラグーンと、あとは下はそうですね、キャンパス内にある一部の写真になっております。じゃあ次のスライドお願いします。はい。願はいい、しまありす。がとうございます。で、2つ目に挙げたのがイベントなんですが、UCSB はこう全米でイベント、過去パーティーがこう一番盛んな学校としてこう選ばれているぐらいな、こう結構イベントが盛んな学校なので、写真は私が所属していた日本人会のイベントの写真だったり、あとはイースターの時の写真なんですけど、まあ、そういったイベントとか、あと毎週こういろんな団体がこうパーティーだったり、そういったイベント開いてくれるので、留学生にとってはとてもソーシャライズする場がたくさんあるので、こう友達作る場だったり、こうコミュニティ広げるのにすごくいろんな機会があるところがこう魅力かなと思います。あと現地の学生もそういったイベントにたくさん参加するので、こうお互いにこう挨拶をしてこう友達を作るというのにこうみんな慣れているので、非常に友達が作りやすい環境かなというふうに思います。あ、じゃあ次のスライドお願いします。で、3つ目の魅力として挙げたのが旅行なんですけれど、まあ、先ほど言ったように LA から車でまあ1時間半ちょい、まあ、2時間かからないぐらいで行けるので、こう毎週こう LA に遊びに行ったりする学生もたくさんいたりして、すごくいろんなところに出かけやすいのが魅力かなというふうに思います。あとはこう UC は4学期制なので、春夏秋冬の学期間にそれぞれこう休みが設けられているんですが、ここを利用してこう留学生は結構旅行に行くんですけど、まあ、アメリカなのでニューヨークだったりワシントン DC だったり、まあ、あとカリフォルニアのディズニーランドだったり、ラスベガスだったり行くところがたくさんあるので、そういった休みを活用してアメリカの各地にこう行けるというのがこう留学中ならではかなと思います。アメリカに旅行することはいつでも可能だと思うんですが、アメリカのいろんなところにこう旅行できるのは、こう留学っていう長い期間を使うからこそできることかなと思うので、そういったところも UCSB に留学できる魅力の一つかなと思います。で、私も実際、サンフランシスコ、ラスベガス、ニューヨーク、ワシントン DC、あと LA には何度か行ったので、そういった魅力が人とお伝えできるかなと思います。で、あと最後にお伝えできるのが、サンタバーバラという都市、土地なんですけれど、こう LA と比べると比較的治安がいいので、こう夜一人で出歩くのはまだ危険なんですが、他の都市と比べると治安がいいので、こう安全という面ではこう心配ないかなというふうに思います。あ、じゃあ私からの発表は以上になります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。たくさん素敵な写真を入れていただきありがとうございました。後でね、皆さん聞きたいことあるかと思いますけども、はい、後半のパートで聞いていこうかなと思います。では次ですね、笹本さんになりますので、ちょっとお待ちください。今切り替えをします。
で、大丈夫かな、見えてますかね。はい、じゃあ笹本さんお願いします。はい、カリフォルニア州立大学ロンドビーチ校に留学していた笹本です。よろしくお願いします。高木さんとちょっと被ってしまうことが多いんですけど、始めます。まず最初にアメリカの魅力、アメリカっていう国の魅力なんですけど、私が個人的に感じたのは、もう平等、すごい平等で自由だなっていうふうに思って、この真ん中の写真、大学の木に学生がハンモックかけてここで読書とかしてて、こういう景色を毎日見てすごい自由で、こう毎日こう癒されてました。あとは人種が多いこともアメリカの魅力の一つかなと思います。あとは両サイドの写真なんですけど、結構フリーフードの文化が強くて、大学の中に入ってる食堂でご飯を配ってたりとか、図書館の中に入ってるスターバックスで飲み物とかご飯を配ってたりとかして、やっぱり留学中はどうしても食費を気にしてたので、私にとってはすごい学校でこうやって支給してくれるのはありがたかったです。次のスライドお願いします。次はカリフォルニア、私が留学してたカリフォルニアのロングビーチの魅力についてなんですけど、もうこの写真を見てもらったら分かるように、本当に毎日晴れてて雨がほとんど降らないところがすごい魅力だと思います。10ヶ月私いたんですけど、結局雨降ったのも2回とか3回ぐらいしかなくって、それも1日中降ってたこととかがなかったので、毎日晴れててすごい人も明るくって、困っている時に助けてくれる人が多いような場所でした。あとはカリフォルニアのいいところとしては、人種差別とかがないこととか、 LGBTQ への理解とかがすごい進んでる州なので、マイノリティへの理解があるなっていうふうに感じたので、すごい生活で困ることは特になかったです。次のスライドお願いします。私がすごい一番の魅力だと思うのは、本当に綺麗なビーチが近くにあるところです、あることです。私の家から自転車で20分ぐらいで海があって、そこで左の写真みたいに映画見れたりとかして、毎週こういうイベントに参加して楽しんでました。次のスライドお願いします。で、私すごい野球見るのが好きなんですけど、大谷翔平選手がいるエンゼルスのスタジアムがすごい近いところにあったので、なんか交通の便とかも困ることがあんまりなくって、バスでだいたい 1.25 ドル、すごいそんなに高くない値段でいろんなとこに行けるのも魅力でした。あとは車があったらハリウッドの方まで行けたりとか、ダウンタウンの方までも行くことができて、だいたい私は現地の友達と一緒に車運転してもらって一緒に遊びに行ったりしてました。次のスライドお願いします。ありがとうございます。次は大学の魅力なんですけど、敷地がとにかく広くって、一番右の写真が私がいつも勉強してたスペースなんですけど、勉強するスペースも本当にたくさんあって、なので自分が一番集中しやすい場所を絶対に見つけれるなって思います。あとは勉強できるスペース以外にも、左、一番左の写真、これは大学の中にあるボーリング場と、あとはビリヤード場、こういう遊べる場所も大学の中にたくさんありました。で、真ん中の写真はドームの寮のコモンスペースみたいなところなんですけど、ここにも大きいテレビがあったりとか、寮に住んでる現地の友達がいたので、よくこういうところでみんなで集まって喋ったりしてて、すごい楽しかったです。次のスライドお願いします。あとは本当に敷地内が広いというのはさっきもお伝えしたんですけど、大学の中にあるジムとかもすごい大きくて、なんかアメリカの学生って本当にみんなめっちゃエクササイズをするんですけど、なんか自然と
友達がジムに行ってるから私も行こうみたいな流れでジムで友達とかもできたりもしましたし、なんかいい出会いの場所でした。あとは図書館がすっごい大きくって、で最後のテストウィークは夜中の2時とかまで図書館が空いてたので、やっぱり家、私シェアハウスしてたんですけど、やっぱり部屋に人がいると集中できない人とかはもう大学で夜遅くまで勉強できるっていうのはすごい魅力的かなって思いますね。あ、以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。またね、高木さんとは違った観点でカリフォルニアの魅力を教えていただきましてありがとうございます。ではですね、次、福原さんですね、少々お待ちください。はい、こんにちは。私の方からはカナダ留学の私の体験談を少しお話しさせていただけたらなと思います。次のスライドお願いします。先に自己紹介からさせていただきたいと思います。福原由香と申します。現在は学習院大学の3年次でに在籍しております。カナダにあるカルガリー大学へ語学留学として2022年の4月の頭から8月の末まで留学しておりました。期間としては5ヶ月間ですね、半年のプログラムに参加しておりました。でクラスは第二言語をとして英語を学んでいる人たちのクラスみたいな感じなので、留学生のクラスに参加してました。で滞在方法はホームステイでした。次のスライドお願いします。留学先での生活としては、基本的に月曜日から金曜日までは大学のその英語のクラスがあって、で時間割は朝から早いんですけど、9時から、3時ぐらいまで続いて、まあ、各授業1時間半から2時間ぐらいで、それぞれグラマー、リーディング、スピーキングっていう英語だけを毎日やるみたいな感じでした。で、放課後の過ごし方としては課題が結構あったので、その課題を図書館とかカフェテリアでこなすか、まあ課題が少なかったら友達とカフェとかショッピングとか、まあ、ホストファミリーと出かけたりみたいな感じで過ごしてました。で、休日の過ごし方として、まあカナダの休日の過ごし方の一般的なものが、なんか人気なのがハイキングとキャンプだと思うんですけど、この左の写真の一番上の綺麗な湖の写真があると思うんですけど、それも、バンフっていう近くの2時間ぐらいで行ける場所で、でそこでみんなハイキングをしたり、あと、まあ、キャンプ、その左下の写真もがキャンプなんですけど、ホストファミリーの、友達とホストファミリーとか友達に連れてってもらってキャンプに行ったりしてました。あと、まあ、スポーツ観戦とかも結構安く見れたので、だいたい5000円以下で見れて、で、本当に安くて1500円とか1000円ぐらいで見れたりしたので、結構頻繁に行ってました。で、先ほど治安面などの話も出たと思うんですけど、私がいていたカナダのカルガリーはすごい治安が良くて、夜全然一人で出歩いてても全然大丈夫で、逆に野生動物に襲われる方が危ないぐらいの感じでした。まあ、もちろん日本よりは治安は良くないと思うんですけれども、まあ、治安面としては問題ないと思います。次のスライドお願いします。で、多分この中の参加者の中でホームステイをとして滞在してたのが私だけだと思うので、ちょっとホームステイの話をさせていただきたいんですけど、私の家庭はちょっと独特でちょっと変わってて、昼夜逆転生活を送る28歳のカナダ人女性と犬11匹っていう家庭だったんですけど、なんか若い女性の方一人が私のホストファミリーで、彼女がもともと2匹飼ってるって聞いて行ったんですけど、まあ行った次の週にはもう一匹飼い始めて、その次の週にはもう一匹飼い始めて、で、途中でその元々飼ってた犬から7匹生まれて、みたいな感じで、結局、
人間2人と犬11匹みたいな生活で5ヶ月いました。で、まあトラブルとかも、まあホストファミリー、ホストホームステイあるあるでトラブルとかもあったんですけど、結局楽しく彼女と5ヶ月間過ごして、今でも毎週のように連絡を取り合ってるぐらい仲いいので、まあホームステイについて何か質問があれば、あとで機会があればお話できたらと思います。以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、またね、カナダならではとね、ホームステイを経験された福原さんならではで、ね、いろいろ回答できることがあるかなと思います。後ほどお願いします。で、じゃあ最後ですね、池田さんの、プレゼンをお願いしようと思います。ちょっとお待ちくださいね。よいしょ。あれそれで大丈夫なんですけど、その最初の2枚別にいらないスライドなんで。あ、いや、ちょっと待って、なぜかですね、あれが、あ、出てきた。あ、OK。じゃあ、軽く自己紹介だけします。慶應義塾大学経済学部で、イギリスのロンドンに留学してまして、池田成良と申します。今日はよろしくお願いします。次、お願いします。はい。次の次か。3枚目。はい、ちょっと待って。すみません、見にくくてごめんなさいなんですけど、まず私は、ロンドンに留学していて、まあもともと都会っていうか、その、まあ、都内の大学を志望したってとこもあってロンドンを選びました。で、結局街の雰囲気としてもロンドンはすごい、まあ、なんていうんですか、都内の中心地っていうこともあって常に活気に満ち溢れていたかなって思ってます。で、まあ、比較的治安もいい方でしたね。たまたまその寮を選んだ寮がロンドンの、なんて説明したらいいんだろう、本当に日本でいう日本橋とか銀座あたりの隣の駅のビルの中の寮だったんで、すごい治安は良かったですね。まあ、その分物価とかは高かったんですけど、まあ、その点はもうちょっと留学行く前にケアできることなので、そこはいいかなって思います。で、そうですね、まあ僕はホームステイじゃなくて寮だったので、いろいろそのフラットメイトができたりして、次のスライドにもあったかな、こうできた友達が中国人だったんですけど、こう週5ぐらいでその子と4人分の料理をみんなの分作ったりしていて、たまたまこの下にあるシチューの写真は2人で市場に行って魚買ってっていうところから始めて、すごいなんか思い出深い一品かなと思って写真載せてますね。で、あとはそうです、まあ、ロンドンを選んでよかったなって思うのは、まあ、今言った通り、この、まあ、ロンドンだからっていうのはあるかもしれないですけど、フラットメイトに恵まれたっていうのもありますし、まあ、洗濯乾燥機が24時間利用可能で、もちろん監視もいるようなすごい治安のいい寮だったので、そこは選んでよかったかなって思います。で、留学中のスケジュールとしては、1個前の方と同じで、まあ夕方ぐらいまで授業で、その後自由時間ということで友達と飲んだりしに行ってました。で、休日は僕はバスケ部に所属していたので、ちょっと、まあ、5駅ぐらい離れたキャンパスの体育館まで行って、そのなんか3軍ぐらいまで分かれてたんですけど、まあ、2軍と3軍に混じってずっと土日はバスケをしたりしてました。ってな感じですかね。本当に、まあ、ロンドンで良かったなって思うのは、まあ、写真でもあるように、この下の写真はエド・シーランのライブ行った時で、上はたまたまいたんですけど、在位70周年の、まあ、プラチナムジュビリーだったり、左側コッツウォルズの写真で、あと3枚目お願いします。あ、1個前のスライドです。はい、ありがとうございます。あ、で、この一番上の真ん中の写真は友達たちと一緒にサッカーの試合見に行ったり、この一番左上の写真はロンドンのウェストミンスターで知り合った日本人と、そのまた友達みたいな感じで9人ぐらいで
スペインのマジョルカにみんなで旅行行ったりして、すごい記憶に残ってます。で、また、この真ん中の左から3枚目の写真はエジンバラ行ったり、このビール飲んでるところは、ベルリンに友達訪ねに行って一緒にビール8種類飲み合ったりした感じで、本当にロンドンは、まあ、日本もですけど、まあ、アメリカとかと比べて、ヨーロッパ、いろんな違う国に近いっていう意味で、こういろんな国にこう旅行できるっていうのは非常に他の国にはない魅力なのかなって思いました。以上になります。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。イギリスならではの、ね、スポーツとか音楽とか食、すべてなんか楽しんでる感じがして、素敵なお写真とね、お話でした。ありがとうございます。では、じゃあ早速ですけど、質問パートに移りたいと思います。少々お待ちくださいね。な、これ出てきて。よいしょ。はい。では、皆さん見えてますよね。大丈夫かな。はい。じゃあ、帰国生に聞く留学についての質問、パネルディスカッションということで、もうですね、質問をある程度テーマごとにまとめておりますので、それをですね、今いらっしゃる4名の、帰国生に、お伺いしていきたいなと思います。で、お時間ありましたら、皆さんからこの場で質問があればっていうことで、お伺いしますので、何かね、ここで聞きそびれてますっていうことがありましたら、聞いていただければなと思います。では、早速なんですけども、まず最初ですね、まあ、留学が始まる前のことなんですけども、留学のきっかけだったりとか、大学の選定理由についてお伺いできればなと思うんですけども、まあ、なんかね、さっきのスライド、発表の中で、どうしてそこに決めたかみたいなお話いただいた方もいたんですが、留学を決めたきっかけは何でしょうということで、高木さん、どういうふうに留学をしようと思いました？私はちっちゃい頃から、まあ、英語圏に住んで英語を勉強したいと思いがあったので、コロナ禍でちょうど外出規制で自宅にいることが多かったので、その間にこう準備をしながら決めたっていう感じですかね。じゃあもうそもそも留学に行きたいっていう気持ちは小さい頃からあった？そうですね、はい。その小さい頃に留学行きたいなと思ったなんか気持ちとか何かこう理由があったりします？なんか憧れとかそういったところから始まったの？そうですね、小さい頃に親の仕事の都合で海外にちょっと住んでたので、まあ、そういったところでちょっと英語に触れたので、それを大学生になってからこう自分の力でもうちょっと伸ばしたいなと思ったのが一番の理由かなと思います、うん、そうなんですね。じゃあ、まあ、英語に触れてた機会があったってことが、まあ、大きく理由になってるかもしれないですね。じゃあちょっと、はい、今度笹本さん、まあ、いろいろ大学があったと思うんですけど、SF のね、大学。どうしてカリフォルニア州立大学、ロングビーチに決めたかっていうのをお伺いできればなと思います。はい。私の留学の目的が、そもそも、英語を使って専門的なことを学びたいって思ってて、で、私が日本の大学で専攻してるたのが、文化人類学。で、その文化人類学の中でも、ジェンダースタディーズにすごい関心を持って研究とかを進めてたんですけど、私が行ってたカリフォルニア州はさっきも言った通り、例えば人種とかその LGBTQ だったりとか、そのマイノリティに対しての理解が結構深いっていうのと、あとはアメリカ、多分皆さんも想像つくと思うんですけど、そういうマイノリティに対するなんていうんですかね、考えとかがこう発展してるところなので、アメリカ自体がそういう学、私が興味あるアメリカの特にカリフォルニアが私の関心のあるその専門知識をこうに特化して学べるところだと思ったから選びました。
はい、じゃあ学問ちょっとメインでやりたいことっていうのを中心に考えていった感じですかね。そうですね。あと知り合いがカリフォルニアに行ってた人がいるんですけど、その人の話を聞いてても、やっぱり人があったかいので、こう友達とかもすぐ作りやすいっていう話を聞いていたので、それもそうですね、選んだ理由の一つですね。なるほど。じゃあ知り合いの助言もアドバイスとかもあって最終的に決められたって感じかな。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと福原さん、カナダ、いろんなね国があったと思うんですけど、なぜカナダに行こうかなっていう決めたんですか？まず費用面のこともありまして、カナダの方が比較的アメリカとイギリスよりは費用が抑えられているっていうのと、あとカナダはホームステイ、私はホームステイがしたくて、したいっていうのがあったので、それも高校生の時に、2週間だけホームステイしたことがあったんですけど、その時すごく楽しくて、で今回もホームステイした方が異文化体験できるのかなと思って、カナダはホームステイだったので、その点でも選びました。あと治安面というのもですね、そうですね、カナダね、費用が安かったりとか、ほとんどの全ての大学がホームステイなので、そういったところで合致してたのかなという感じですかね。はい。じゃあ最後に、池田さん、なんか留学に何か目的を持っていらっしゃいましたか？留学行く前。そうです。目的はもちろん語学力向上っていう部分が一番なんですけども、それプラスアルファとしては、なんか自分自身、ちょっとなんか性格が億劫っていうんですかね、なんか表現力だったり、発信力といった部分で、まだまだ伸ばせる部分があるなと思っていたんで、なんか日本人とではなくて、こう、もちろんその外国の言葉で、外国の地で、こういろんな人と話すことで、その就活の面接でも、生きるかもしれないですけど、この表現力であったり発信力の部分をこう伸ばしたいなと思って留学しました。なるほど。じゃあちょっと自分を鍛えるために留学経験してみようかなっていう感じですかね。はい。ありがとうございます。皆さんそれぞれの、ね、目的とか理由があったかなというところで、次の、質問に行きたいかなと思います。はい。結構ね、この質問が多かったんですね。事前準備、皆さん今ちょうどそういうタイミングだと思うので、同じ悩みを抱えている人が多いのかなと思うんですけど、留学前にどういうことをしてたかっていうのをちょっとお伺いしたいなと思います。はい。じゃあ高木さん、ちょっとまたね、最初から申し訳ないんですけど、学部のね、プログラムにご参加してたっていうことで、留学前に結構、勉強はされてたかなと思うんですけど、具体的にどんな勉強をしてました？一番は英語の勉強なんですけど、日常会話に出てくるような勉強に加えて、やっぱ授業中には、アカデミックな単語がやっぱ出てくるので、そういうIELTSに出てくるような単語の勉強は、本当にできるだけしといた方が、留学中のこう成長をさらに大きくする手助けになるかなと思います。あとは持ち物もこう自分でリストを作りながら人に聞いたりなんかして調達していました。なるほど。じゃあ留学に行った方にこう聞いたりとかしながら準備をしてた感じですかね。はい、はい。じゃあ笹本さん、何かこれ持ってってよかった、留学に持ってってよかったみたいなのもありました？ちょっと今ってよかったもの他の方であります、なんかこれ持ってってよかった。じゃあ2人笹本さん、すいません結構例えば留学生同士か、韓国とかからとか中国とかから来てる留学生とかだったら、お互いの日本に帰って、お互いの国に帰っても会いやすいと思うんですけど、結構私現地の友達多く作ってたので、そういう友達に、日本のものをプレゼントしたらすごい喜んでくれて、なんかこう日本っていう国をアピールするものことと、あと私自身のことをもうちょっと覚えておいてほしいっていう意味で、なんか日本の有名な、例えばなんか建物のマグネットだったり、あと私はなんか100均とかで日本のなんかちっちゃい小物とかをいろいろ買って、あとは日本の抹茶のお菓子とかもいろいろ持ってたんですけど、
そういうのをちょっとしたお礼とか、最後あのバイバイするときになんか仲が良かった友達とかに配るとすごい喜んでくれたので、なんかそういうの良かったかなと思います。あ、確かにいいですね。あの、日本のこと知ってもらうきっかけにもなりそうなんでいいかなと思います。じゃあ高木さん、今先ほど手を挙げていらっしゃったんですが、はい、何言ってて良かったなって思うものありました？はい、持ってけば良かったなと思ったものなんです。あの、冷えピタと解熱剤を持っていけばよかったなと思いまして、あの、マスクしてないので、うん、インフルとかコロナがこう一気に流行るので、こう自分がかかっちゃった時にこう近くにコンビニとかあのそんなにないので気軽に買い物に行けなくなってしまうので、自分が風邪になった時のこうそういったものはあの持ってった方があの確実にいいかなと思いました。ちなみに冷えピタってアメリカとかでも売ってるんですか？ないです。もしかしたらあるかもしれないんですけど、あの、つけたらそれ何って言われたので多分ないと思う。そうですね、はい、じゃあそういう日本しかないものはちょっとね持ってった方が便利かもしれないですね。はい、はい、逆にこれ必要なかったなっていうのあります？持ってったもんで、皆さんの中でこれねいらなかったっていう。あ、福原さん、なんかお味噌汁を大量に持ってったんですけど、うん、結局お味噌汁そんなに飲まなかったんで結構あるあるで、自分の周りでも、うん、なんか日本人の子たちでみんなお味噌汁大量に持ってきて最後の方苦しみながら飲んでるみたいな子が結構いたので、そんなに。でも日本のお菓子とかは持ってくとその海外の方とのコミュニケーションのきっかけみたいになったりするので、すごく良かったかなと思いました。あと、うん、私が持ってくべきだなと思ったのが、なんか服とか靴とかそういうのがなんかやっぱり日本の方が安いし質もいいので、なんか向こうで買うよりも持ってった方が良かったなって思いました。うーん、そうなんですね、はい、確かサイズ感とか合わなかったりするものもありますよね、うん、うん、ありがとうございます。他になんかあります？ないかな。逆に持っていかなくてよかった、邪魔だったみたいなのないかな。あ、いいですか、一つ。あ、はい、あの、私のルームメイトが上地書を持ってきてって。あ、もうそれ本当に邪魔そうだったのでそうですね、そうですね。あと電子辞書とかも私は持っていかなかったんですけど、うん、結構最後の最後まで悩んで、でも、うん、今は別にパソコンとか携帯でも調べれるし、うん、分からへん単語があったら、私はもう友達にこの単語何って教えてもらってたので、うん、だからその方がコミュニケーションも取れるから、まあ、特に、まあ、辞書とかはちょっと荷物になるから持っていかなくていいと思います。確かに重いので、うん、一番もしかしたら最初に削除していいものかもしれないですね。はい、ありがとうございます。なんか留学前にやっておいた方が良かったことあります？池田さん、なんかあります？なんだろう、もう別に。なんか今その自分がやらなかったからこそこれやっとけばよかったみたいなのある。あなんですか。いや、なんか僕自身はあの留学行って初めて自炊始めたんですけど、うん、まあ、結局なんだかんだ料理がそんな嫌いじゃなかったからあんまり苦じゃなかったんですけど、そのあっちで知り合った日本人の子はなんか別の階に住んでたんですけど、なんかすごい、まあ、言っちゃ悪いですけどだらしなくて一日一食みたいな子も結構いたので、まあ、その点ではやっぱその料理できる分にはこうしたことないのかなって今思いました。そうですね、確かに大事かもしれないですね、料理ね、食べるもの大事だと思う、はい、それを自分が作らないといけないっていう状況がね結構あると思うの で、確かに料理スキルは上げといたことに越したことないかもしれないですね。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと次の質問いきたいと思います。はい、課外活動クラブ、まあこれ留学中の話なんですけども、まあ何か学外でこう部活とかサークルとか何か参加されましたかっていう、学外というか、まあ、大学のね、サークルとかに参加されましたかっていうことで、参加しましたよっていう人います？
うん、高木さんと笹本さん、あ、さ、なるほど、3人参加されて、じゃあそれぞれ何をやってたかとか、どういうふうに探して参加したかっていうのを教えていただければ。じゃあ、笹本さんかな。はい、私は留学生が集まるサークルみたいなところに入ってたんですけど、うん、どうやって探して、それは、まあ、週に1回とか2回イベントをやるような活動をやってて、例えばビーチ行って、うん、なんか焚き火したりとか、なんかみんなでご飯食べに行ったりとかして、なんか友達作りのために行ってたんですけど、でどうやって知ったかっていうと、セメスターが始まったその一週目に、なんか大学のキャンパス内でこうビラをいっぱい配ってて、部活とかサークルが、うんうん、でそういうイベント、その結構大きいイベントなんですけど、それに行ってこういろんなサークルとか部活の話を聞いて、それで行きたいなって思ったところ、とりあえず5個ぐらい行って、そこからちょっとこう少なくしていったっていう感じですね、うん、そのじゃあ参加されたサークルはちょっといい、一番いいなって思ったのかな。そうですね、行ってみて、うん、まあ、友達とかも結構できたので楽しかったです。確かに友達のね、輪を広げるにはすごくいいですよね。池田さんはさっきね、バスケットって言ってましたけど、はい、バスケットの部活に参加されてたのかな。そうですね、なんか一応日本でいうその大会みたいなところに、その留学っていうか都営する前から一応目星つけてたんで、もう連絡入れて、で着いてから1週間経ったぐらいに、そのなんか行ったら、もともと1軍2軍3軍分かれてて、最初3軍から始まって最後2軍ぐらいで、そのなんかピックアップゲームやったり、まあ、一応練習参加したっていうだけで、まあ、他に友達とかはあのボート部とかに入っていて、まあ、そこは僕のあれは土日しか、なんか僕は土日しか行かなかったんですけど、その友達は平日その午後川にそのボート漕ぎに練習しに行ったり、結構、もっとガチで体育会やってたなって思いました。なんか入部に試験とかあったんですか？特になく。いや、まあ一応トライアウトっていうか、そのスキル、うん、みたいなのは見られて、あとその部費は一応払わなきゃいけなかったです。うん、部費どれぐらいなんですか？ちょっと想像つかないんですけど。ね、年60、80ぐらいだった、1万円ぐらいだった気がします。あ、なるほど。わかりました。ありがとうございます。高木さんはどういったものに参加されてました？私は日本人会の JSA っていうんですけど、その運営と、あとバドミントン の、 あのクラブに所属していました。どういうふうにそこを探されたんですか？どのクラブもインスタのアカウントが絶対あると思うので、あの行く前に UCSB だったら UCSB バスケットボールとかバレーボールとか、うん、あのコリアンとかジャパニーズとか調べると出てくるので、うん、で本当にすぐ始めたかったら、あのダイレクトメッセージでいろいろ質問したりすると答えてくれるので、あの何でもこうインスタを活用してこうアンテナ張っといた方がいいかなと思います。はい、確かに情報収集でインスタ活用されている方多いと思ってね、今聞いてる皆さんも、あの、ね、行きたい留学先どんなことができるかっていうのをちょっとインスタでね検索されるといいかなと思います。で福原さんは、まあ、あのカナダの、まあ、語学のプログラムで、なんかこうアクティビティ、語学学校で用意されてたアクティビティとかありましたよね。そうだったんですけど、私もなんか部活サークルではないんですけど、クラブみたいなのに何回か参加したこととかもあって、うん、それのちょうどなんか大学が、私が行ってた期間が長期休み中みたいな感じで、うん、活動があんまりなかったんですけど、その中でもその日本語クラブだったりっていうのを活動してて、そこに参加してる、私は数回しか行ってないんですけど、毎週参加している子もいました。あと、私はホストファミリーのつながりで、なんか教会の聖歌隊みたいなのに2ヶ月ぐらい入ってて、実際発表会とか出たりしてて。で、学校で用意されたアクティビティとしては、なんかプラスでお金払うやつも、と無料のやつとかがあったんですけど、バス乗って、
の遠出して、なんか観光地みたいなところに行ったり、あとプラスでちょっとお金払って、さっきのなんか湖とかのところの、バンフに旅行に行ったりみたいなのが結構ありました。毎月あるぐらいです。毎月2回、3回ぐらいありました。自由にそれは参加したい人が、そうです、そうです。参加したい人だけ参加するみたいな。うん。まあね、語学学校でもいろんなことで企画されてるのかなっていうのが分かってよかったです。はい。で、ね、ちょっとね、質問で、アルバイトしてましたかみたいな質問が一つ入ってたんですけど、多分皆さん、特にはされてないんですよね。多分そういう暇がないと思います。結構皆さん、勉強で忙しいと思うので、アルバイトする。したいっていう方ね、たまにいらっしゃるんですけど、まずビザの関係でできないっていうのも一つ国によってありますけど、勉強が忙しいので皆さんアルバイトをする余裕がないかなと思います。では次、ちょっと時間もないので進みたいです。はい、今ちょっとねサークルの話で友達作りっていうのを関連してくるかなと思うんですけど、この友達作りに関しても結構質問があったので、なんかどういうふうに友達を作ったかっていうのをお伺いできたらなと思いますけども、高木さん、サークル以外で何か友達どういうふうに作ってたかっていうのありますか？どういう友達がいたとか。ルームメイトが現地の子だったり、留学生の子だったり、何人かいたので、その子たちと、その子の友達だったり、で、あとは、毎週、違った団体のイベントに足を運んだり、あとは、授業で、たまたま質問とか、何か質問した子が、一緒に勉強しようよって誘ってくれたり、チャンスはいっぱいあるので、自分から積極的になることが大事かなと思います。うん、ありがとうございます。じゃあ、機会はね、たくさんあるってことで、友達は作れる環境である、留学はね、そういうところかなと思うんですけども、笹本さん、なんか大学以外で知り合った人とかいます？大学以外、うん、アパートメント、私が住んでたアパートメントにジムがついてて、うん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 、そこにだいたい週3、週4ぐらいで行ってたんですけど、うんうん、だいたいジムで仲良くなった人とか、現地の人も住んでるアパートメントに住んでたので、うん、なんか今日はどこ鍛えるのとか言い合って、共通の話で、そうですね、うん、それで結構仲良くなったりとか、あとはよく使ってたバスの運転手の人とかともめっちゃ仲良くなって、なんか会う時になんかお菓子とかもらったりして名前とか覚えてくれて、すごいですなんかおすすめの場所とか教えてもらったりとか、あとはよく行くお店の人、お店なんかレストご飯食べれるところとか、お気に入りの雑貨屋さんとかの店員さんも結構よく本当によく行って話してたから覚えてくれてて、大学以外だったらそういう感じになるんですかね。うんうん、私はちょっとシェアハウスしてたので、なんて言うんですかね、大学以外、学生とシェアハウスしてたので、大学以外の出会いっていうのは、本当にそういうところしかないですね。そうですよ。でも、何気ないところから、発展してくるんですね、友達に、ね、うん、お店の人とか。そうですね、結構仲良くなりました。アメリカならではというか、そんな感じがしますね。うん、で、一つ、ちょっとまた違う質問になってくるんですけども、福原さんに聞きたいんですけど、多分よく、個別相談してても聞かれることなんですけど、語学学校だと、現地の友達なんかどうやって作るのっていうようなご相談があったりするんですけど。特に私の行ってた時期が4月スタートっていうのと、あとコロナ明けすぐに行ったんですね。うん、コロナ明けて、やっと留学行けるよっていうタイミングで行ったので、うん、日本が、もう本当クラスの8割、9割日本人みたいな状況で、うん、で、もうクラスに2人ぐらいしか他の国から来た子がいないみたいな状況で、本当に現地の友達を作るのが、ほぼ不可能みたいな状況だったので、私は、まずホストファミリーの、友達、ホストファミリーが若かったので、ホストファミリーの友達と友達になるのと、あと、ミートアップ
ていうアプリを使って友達を作ったんですけど、そのミートアップでなんか多言語を学ぶグループみたいなのに一回だけ参加して、その時に出会ったあと夫婦、カナダ人の旦那さんと韓国人の奥さんっていう夫婦がいて、どちらも30超えてる方なんですけど、その2人とすっごい仲良くなって、でいろんなところ本当キャンプにも連れてってもらいましたし、ご飯にも連れてってもらいましたし、あともう普段からもうめちゃくちゃ遊び誘ってくれて、いろんなとこ行って、この間もちょうど11月にカナダからその奥さんの実家に2人で来るって時に私も韓国に行って、そこで一緒に旅行したりっていうような感じで、まあ現地の友達も、まあ、ミートアップとか、まあ、運が良ければいい友達作れますし、まあ、大学の内でもそのグループなんですか、サークルとかに参加して現地の友達作ってる子もいっぱいいましたし、うんうん、もちろんクラスにもいっぱい、もう年齢層も私も一番仲いい人で43歳のコロンビア人のおじさんとすっごい仲良くなって、本当年齢もいろいろだし人種もいろいろな方とも、もう自分の行動次第で仲良くなれるので、まあそんなに難しいですけど、できないことは全然ないと思います、うん、確かに、まあ積極的にね、そういう、うん、あの友達を作ろうと思えばやれるっていうところ、はい、ミートアップっていうのは、まあ、あれですよね、ソーシャルアプリ。あ、そうです、そうです。はい、皆さんもちょっとね参考にしてもらっていいかなと思います。じゃあちょっと時間もありますので次いきますね。費用のこと、そうですね、聞きたいですけれども、ここも結構あの質問があったんですが、現地でなんか月どれぐらいかかりましたかっていうのをちょっと聞いてみようかなと思うんですけど、池田さんどうです？もう僕の参考にならないと思うんです。参考にならない。そうです、あの SF のパンフレットにあの月10万って書いてあった。あ、そうですね、うん、滞在月って書いてあった。最初は5万ぐらい、うん、あのだから6ヶ月だったんで、うん、60万もらって行ったんですけど、うん、やっぱり行って1週間後とかはなんかその、まあ、調味料だったりその、うん、やっぱ来て足りなかったなっていうものとかいろいろ買ってたら、やっぱその60万意外とすぐ使い切っちゃったっていうので。あ、そうなん、うん、やっぱそうです。まあ費用としてはいくらぐらいだった、まあ、あと僕はあのそのさっきもちょっと言ったんですけど、その中国人の人と毎日その友達4人分の料理を作って、うん、結局その子たちから徴収もしなかったんで、減るペースは格段に多分他の人よりすごいですね。早かったんでちょっとまああれですけど、うん、まあ、結局1月から帰ってきたのは7月だったんで、半年で100、うんうん、まあ、旅行自分の貯金とかも切り崩してもらって100から150の間ぐらいかなって思いますね、うんうん、留学のそのプログラム費以外でって感じです。ちょっとその自分の中では使ったなっていう感覚はめちゃくちゃあります。旅行もめちゃくちゃ行ったんで、うん、逆にまあね、留学っていうもう一生に一度の機会なので、まあそこにね、はい、使うってことはいい、あの選択だったかもしれないですね。最後2000円ぐらいで帰ってきました。よく頑張りましたね。何かあれ、高木さん、これにお金結構使ったっていうのありました？うん、まあ旅行が一番かさむところかなと思うんですけど、やっぱり現地でのこう友達付き合いっていうのはあんまり減らさない方がいいかなと思ったので、ご飯とかにはよく行っていたんですけど、うん、円安と物価高で結構1回の食感の外食でかかってしまうので、うん、あの食費はあの抑えるのがちょっと難しいかなと思います。ちなみになんかこうディナーに友達と行くってなったらどれぐらいかかりますか？まあ、クオリティがそんなに高くなかったとしても、まあ、30ドルはまあ絶対かかってしまうかなと思います。それはご飯だけっていう感じですかね？はい、うん、そうですよね、やっぱりちょっとね物価が高くなってるっていうのは
あるのでかかってしまいますよね。はい。あともう一つですね、奨学金制度を利用してましたかみたいなお話があったんですけど、皆さんの中で利用された方はいますか？いないかな？うん、特にはいないかな。まあ、なかなかね、奨学金、その受給するのが難しかったりするので、もしね、考えてる方はぜひちょっと個別相談でね、個別にご相談いただければなと思います。はい。費用について何か言っておきたいって方います。大丈夫かな？大丈夫かな？はい。じゃあ次に行きたいと思います。現地で苦労したこと。ここ結構聞きたいなと思うんですけど、なんか現地で困ったことありました？どうだ？誰か出てくるかな？あ、福原さん。旅行に、ナイアガラの時に旅行に行ったんですけど、うん、その帰り道に、なんか飛行機乗ろうと思って3時間前に空港に行ったら、うん、その3時間前に飛行機キャンセルされて、で、次の飛行機が2週間後って言われて、え？なんかもう、どうすればいいんだろうみたいな感じになったんですけど、結局、ホストファミリーとか、あ、その、オフ、なんですか、カウンターの人に言ってももう何もできないから列から外れるみたいなことしか言われなくて、で、電話しろって、そのカスタマーセンターに電話しろって言われて、で、電話しても5時間繋がんないし、みたいな。もうどうしようもなくて、ホストファミリーに電話しても、え、頑張れぐらいしか言われなくて。で、もう自力で、もう友達とそれぞれ、もう片道5万円のチケットを買って、もう35時間空港に、寒い空港に滞在して、ホテルも食事も用意されずに。で、その後めちゃくちゃ抗議して、で、保証金をゲットできることになったんですけども、ひたすら1ヶ月、2ヶ月ぐらいメールし続けて、やっと退学して、それでゲットできることになったんですけど、結局なんか口座がないと無理みたいに言われて。あ、現地の。はい。で、なんか他の人の使ってもダメみたいに言われて、まあできなかったんですけど、まあそういう経験はありました。でも、よくその抗議したりとかメール送ったりとか、英語でできましたね。うん、もうその時にもうめちゃくちゃ鍛えられたなと思って、もう電話でもすごい強気でいかないと、うん、もう本当にそもそも抗議する、なんか何ですか、そういう抗議するメールアドレスすら教えてくれなくて、もうめちゃくちゃ言ってやっと教えてくれたりしたので、まあ、その辺はもう皆さん何かあったら強く言ってください。うんうん、そうですね、なんか交渉力とかが好きそうな気がします。英語力もね、そういうことがあるとぐんと伸びますよね。なんかね、予想外のことが起きると逆にね、伸びるかなと思いますけど。何か他に失敗談とか困ったこととかありませんでした？留学中。なんかみんなね、留学ってなんかキラキラしてるイメージだから、楽しいことばかりかなっていうイメージがあるんですけど、実際はこういうとこ大変だったよっていうのはないですか？あ、いいですか？あ、じゃあ笹本さんから。はい。はい、あの、うち10ヶ月アメリカにいたんですけど、うん、その間に4回病院に行ったんですよ。で、それも、そのうちの3回は熱が出て、で1回はちょっと嘔吐しちゃって、夜中に、うん。で、なんかそういう体調不良になった時に、うん、最初は本当にどうしていいか分からなかったんですけど、多分皆さんも留学に行かれるんだったら、保険、海外保険に入られると思うので、うん、そういう保険会社とコンタクトを取るっていうのが、めちゃくちゃ大事だなって思いましたね。うんうんうん、困った時には、もう電話して聞いて、で、近くの病院探してもらって、うん、そしたら病院でこういう資料をもらってきてって事前に言われるので、うん、そういうのをもう全部メモして、あとはもう、ドクターに見せて、この資料が後で必要だから欲しいとか、サイン、この書類にサインしてほしいとか、そういうのをこう事前に結構調べといた方がいいっていうのと、あとは、そのシェアハウスとかするんだったら、私はシェアハウスだったので、その風邪で本当にフラフラで歩けない時とかは、もうすぐ、その、ハウスメイトに連絡して、で、もうご飯買ってきてもらったり
とか、うんうん、結構こう助け合いを困った時はよくしてました。うん、こういろんな人とコミュニケーションを取るのが大事だと思います。すごい大変だったんですね。6回すごい。4回です、ね。4回。あれですか、その医療費というかは保険で補填された感じですか？そうですね、全部返ってくるので、うんうん、こっちで負担した金額っていうのはもう本当に1円もなく済みましたね。うんうん、よかったです。環境が変わると体調もすぐ変わっちゃうと思うから、うん、私が行ってたところは本当に寒くもなら全然寒い地域でもなかったのに、うん、しかもそのコロナとかでもなく本当に風で39度超えたりとか、うん、熱が本当に日本でも出すことがほとんどないので、なんかそういうのは環境によって多分変わるから影響は結構大きいと思うので、うんうん、事前に調べておくのは大事かなと思う。そうですね、結構そのね、日本だと大丈夫だけど急にね環境変わると体調崩される方結構いるので、ね、皆さんも他人事じゃないってか思って準備していただくといいかなと思います。高木さんはありました？あ、はい、まあ、これは事前に調べてほしいっていうところなんですけど、うん、私 LA に旅行に行った時にこう調べ不足でこう危険地区みたいなところに間違えて泊まってしまって、うんうん、かなり身の危険を感じたので、どこに行くにしてもどのエリアが危険かっていうのは必ず調べた方がいいなっていうことをお伝えしたいなと思います。そうですね、なんか怖い思いというか雰囲気が街自体が怖かったですか？危ない感じがしました。そうですね、こうもう歩いているだけでも、うん、ちょっと危なそうだなって人しかいなかったので、うん、気をつけてほしいなと思います。そうですね、事前にした調べはもしかしたら必要かなと思いますね。ありがとうございます。もうちょっと11時過ぎちゃったんですけど、ちょっと最後まで続けていきたいなと思います。ちなみにこの中で、ホームシックなりましたっていう人います？いない。皆さん平気なタイプだったのかな。はい。でね、ちょっとね、ホームシック、なんか日本の恋しさというか、そういうのも特にはなかったですか？なんか対処法とかお伺いできればなと思ったんですけど、特にはないかな。あ、福原さん。でも普段からもうテレビ電話をめちゃくちゃしてたので、うん、意識の、もちろんなんか結構辛いこととかあった時に、あ、なんか日本の家族だったら違うのになみたいなの思って、すごいホームシックになった時もあったんですけど、そういう時はもうひたすら電話とかで対処して、うん、全然テレビ電話とか無料でできちゃうんで、うんうん、大丈夫だと思います。ちなみにさっきプレゼンの中で、はい、ホームステイとのトラブルがあったとかって言ってらっしゃったと、なんか具体的にはその犬が11匹になった時に、ホストファミリーがその犬の世話に忙しすぎて、もう食事を3食ついてるはずなんですけど、食事をもう2週間作らないプラス、もう冷蔵庫の食べ物なくなるっていうとこがあって、もうさすがになんか自分で最初作ってたんですけど、なんかさすがにこれ契約違反しやばいなと思って、で話したっていうのもありますし、うん、そもそも契約違反だったのがもう最初の週から週3夜ご飯は絶対ホストファミリーが作るっていう契約だった、うんうん、もう週3は自分で作ってねって言われて、私もそういうもんだなと思っていたんですけど、まあ、後々それ考えてみたらあれだなみたいなのもありました。そういうことも結局、まあ、最初のご飯作ってくれなかった時に伝えて話し合いをして、まあ、最終的にまあなんかお互い折れて、まあ、うんうん、なんていうんですか、その妥協しながら生活してた感じで、うん、私はその人が結構好きだったので、うん、会えなかったんですけど、まあ、オフィスに軽く言った時は、もう1週間目でなんで言わないんだってすごい怒られたので、皆さんはちょっとおかしいなって思ったら、言った方がいいと思います。うん、そうですよね。特に日本人の学生さん、我慢しやすいタイプで、ね、あとあとなんか大変なことになるように。もう気づいたときには絶対言った方が勝ちというか、うん、ぜひ言ってほしいなと思いますね。はい、ありがとうございます。じゃあ最後のテーマなんです
けど、就職活動ですね。これもちょっとお話、結構質問があったんで聞いていきたいと思うんですけど、高木さんと池田さんが、就活をされていたってことで、ちょっとその辺どういうふうに就活したかっていうのと、まあ今もされてるのかな、その辺もお伺いできればなと思います。じゃあ池田さんから行こうかな。はい、ミュート外されて。僕は、去年、23年卒業の就活だったんで、去年の留学自体は1月から6月で行ったんですけど、その留学中の3月に始めて、まあ、日系企業普通にエントリーしてウェブテストといって面接を全部オンラインでやってもらって就活を6月に終えたっていう感じですね。じゃあもう本当に留学しながら終えてった。そうですね。なんか本当だったらその22年じゃないな、21年の冬ぐらいから、冬とか夏とかから始めて、もうインターン乗って早期乗ったら多分2月とか3月に終わる人も結構いると思うんですけど、僕の場合留学行けるってなったのが結構遅かったので、それでなんていうんですか、その22年の、あ違う、だからその本来応募したら早まるはずの夏冬の春のインターンを、まあ、そもそもやる気不足で応募しなかったんで、そうです。だからその早めに動くことに越したことないんですけど、僕の場合はその 2年連続で就活っていうのもちょっと特殊だったんで、まあ、その点でちょっと遅くなっちゃいましたけど、実際に留学中に就活っていうのは可能なんですかね、その面接とかで全部やっちゃって。面接自体は多分今の世の中は多分全然オンラインにしてくれるところばっかだと思うので、そこは、あんまり全然問題ないかなって思うんですけど、まあ、あとは最終面接とかは帰った方がいいのかなって思いつつ、まあ、僕は交渉して結局オンラインにしてもらって。じゃあ、でもそれでも決まったってことですね。はい、まあ、でもその就活した分、3月は本当にほぼ一人で部屋にこもりっきりで日本語を見て日本語を喋ってっていう感じだったんで、なんか留学してる意味あんのかなっていう時間は結構ありましたけど、まあ、ちょっとしょうがないかなっていうところありますね。わかりました。高木さんはどうですか？はい、私も同じようにやっていたんですけど、それに加えてボストンで開催されたボストンキャリアフォーラムっていう留学生用のこう採用イベントにも行ったんですけど、3日間キャリアフォーラムがある中で、そこで一次面接から最終面接まであって、内定もバンバン出してくれるので、11月のこの開催の時期にかぶってる方は行った方がいいかなと思います。あれですか、ボストンキャリアフォーラムってそこでこう応募するって感じではなくて、なんか前にアプライとかしていく感じですよね。両方あって、事前に進めることもできる、まあ事前に進めた方がベターであるんですけど、当日から始めることも可能です。そう、なるほどなるほど。実際に高木さんはどういうふうに、その事前にこういろいろコンタクト取ってとかっていう形でやってたんですか？そうですね、でも当日説明会聞いて興味あるから応募しちゃうみたいなことも結構ありました、なるほど、ね、ボストンキャリアフォーラム興味持ってる方いらっしゃると思うんですけど、これですか、オンラインではなくて去年は対面でやられてたのかな、やってたのかな。そうですね、はい、対面で開催されました。で、大きい大学に留学するとキャリアフォーラムの上の方がご説明会を大学にしに来てくれたりもするので、そういうとこもちょっと情報収集しておいたらいいかなと思います。なんか留学中、就活をしながら留学ってことで大変だったと思うんですけど、なんか工夫した点とかあります？そうですね、まあ就活に必要そうなウェブテストの本とかを日本から持ってったり、まあ、あとは、現地にも留学し、就活して留学生とか、日本
から正規で在学している学生もいっぱいいるので、そういう友達とこう情報を共有しながらやるのが一番いいかなと思います、うん、そうですね、まあ、情報が一番大事です、就職活動に、うん、ありがとうございます。じゃあそんな形で、用意していたしていた質問は終了にしようかなと思うんですけど、かなりお時間過ぎてしまって、最後までね、皆さん残っていただいてありがとうございます。何かあと3-5問ぐらい、5問もできるかわからないですけど、皆さんから今この場で聞きたいっていう質問ありますか？ある方はちょっとミュートを外していただいて直接お伺いしていただければと思うんですけど、ちょっと私の方では、あ、すみません、あ、はい、どうぞ。学部の授業を受けられた方が何人かおられたかと思うんですけど、なんかその英、まあ、もちろん向こうでその英語で授業を受けて英語の課題をやると思うんですけど、だから自分自身それがすごく不安なところがあって、なんか皆さん、なんかどんな、なんか、なんて言って、何時間かかる、その課題を何時間かけてやる、これをしていた方がいいとか、どんな風にこなされてたのかなっていうのが気になります。わかりました、ありがとうございます。課題、学部での授業で課題がまあ出てきたかなと思うんですけど、課題をどういう風にこなされてた、どれぐらい時間使ってたか。そうですね、じゃあちょっと笹本さんから聞こうかな。はい、何時間とかは覚えてないんですけど、本当に多分授業にもよるんですけど、毎週私が取ってた授業は週に2回あって、毎授業で本当に40ページ以上のリーディングとかを出されてたんですよ。でそれでその内容で75分みっちりディスカッションするっていうの授業だったので、もう本当にその授業の前の日は寝てなかったです。で課題提出するとき、必要な課題、締め切りが決まってる大きいエッセイとかも、もうさっきも言ったんですけど、大学の図書館がずっと空いてるので、結構遅くまで空いてるので、本当に朝から夜までこもってやったりとか、まあ、でも授業自体はわからないときにもう教授に何回もこう聞いて、考え方がこれで合ってるのかとか、そういうのをすごいコミュニケーションをよくとってましたね。うんうん、ちなみにどんな授業を受けてたんですか、その60ページの課題って。あ、それはフェミニズムの授業で、あ、そうなん でも結構どの、あとは PR っていう、こう日本で言うと広報の授業をとってたんですけど、うんうん、それも結構毎回リーディングが多くて、うん、そうですね、だいたいいつも40ページぐらいは週に2回読んでましたね。うんうん、じゃあ結構その読み物っていうのが多い。そうですね、あとその PR の授業で PR の仕事を3年以上してる人にインタビューして書かないといけないエッセイとかもあったので、うん、なんかそういうのも早め早めに、さっきお話しされてたみたいに、なんかアプリとか使ってコネクションを自分で作って、でアポイント取ってこうインタビューして、それを課題にするみたいなのもあったりとか、うん、まあ、でも助けてもらえる、助けてくれる人の手は借りた方がいいから、うん、教授とか、あとクラスメートとか、全然授業とか被ってない現地のアメリカ人の友達にこう説明してもらったりとかはよくしてました。なるほど。いろいろ、まあ、ツールとかそのお友達とかを駆使してこうやってたっていう感じですかね。はい、ありがとうございます。アメリカのお話聞いたので、イギリス池田さん、課題どんな感じでした？そうね、僕の場合は授業3つ取っていて、うん、でその授業2個かぶってるのが水曜ぐらいしかなくて、あとは1日1個ずつ、だから2時間とか3時間の授業ずつしかなかったんで、まあ、課題に当てられる時間は結構あったかな。
って思うんですけど、まあ、そうだな、僕は割と後回しにしちゃうタイプだったんで、うんうんうん、最後締め切り前に2日か3日ぐらいでパッと やる感じだったんで、あんまりあれですけど、こう何ですか、読まなきゃいけない課題のやつとかはちゃんとやった方が絶対その留学っていうんですか、もっとより充実したっていうか語学力もちゃんと上がると思うんで、そこはやった方がいいなって思いました。うん、じゃあ読み物の課題もあったし、他にもなんかどういう課題があったんですか？僕は全部結局レポートだったんで。レポート、あー、はい、ちなみに何千字ぐらい書くんですか？ワード数か。何千字？忘れちゃった。忘れちゃったかな。はい。そんな形で、さんどうです？はい。あと聞いておきたい。わかりました。結構な、かなりなんか、課題の量あるんだなと思いました。そうですね。多分日本の大学よりは課題はかなりあるっていうのは。1200? あと、その期末のやつは2500とかだった気がします。ああ、やっぱりそれなりにありますね。そう、課題は結構日本よりは、の大学よりはあって、ね、ちょっと苦しい実態。験をするとは思うんですけど、でもそれが逆にまあ留学でならではというか、経験になるので、ぜひ大変だけど乗り越えていただきたいっていうところではありますね。高木さん、ちなみになんか課題をでも頑張って、なんか自分の身になったなっていう気持ちというか、こう良かったなって思えることありました？頑張って良かったなっていう。そうですね。私は経済学部の授業と政治系の授業を取っていたんで、まあ、テスト、計算機を電卓持ち込んで解くようなテストとかも結構あったけど、やっぱ周りの子にいろいろ知らない子でも授業の時にちょっと質問してみたり、そういうふうに助け合いながら、みんなやっていくので、そんなに心配ないかと思います。うん、で、あと、意外に現地の学生もリーディング読み終わってないとか、全然、あります、ね。自分だけだと思わなくて大丈夫だと思う。うん、そうですね。まあ、その辺は結構、現地の学生さんもできてないとっていうのはよく聞いたりするので、まあ、自分のできる範囲でこう頑張っていただくっていうのが一番いいのかなと思いますね。で、ちなみに福原さんは、まあ、語学の、プログラムですけども、語学の方でも課題はありましたよね。はい。基本的になんかテキストの予習みたいなのをやってくるのと、うん、あとなんか、リーディングのクラスとかだと小説渡されて、で、それをここまで読んできて、みたいに言われて、うん、次の授業の時にディスカッションするとか、うん、全然皆さんほど多くはないので、全もう徹夜とかは絶対にないので大丈夫だと。うん、でもまあその多分やってる内容っていうのはこう学部に向けてこうスキルアップできるようなこう、うん、そうですね、ライティングの技術だったりとかリーディングの方法だったりとか、はい、そうですね、なんかアカデミックなライティングと本当にスピーキング、うん、スピーキングはまあ話したりリスニング鍛えたりで、うん、あとはグラマーは本当に日本で勉強したやつの復習みたいな感じだったので、難しい、日本人からしたら難しいことないと思います。うん、そうですね、日本の学生さんはね、日本でも英語の授業結構あります。はい、はい、ありがとうございます。じゃあそんな感じでも大丈夫でしょうか？ありがとうございます。はい、あとでもし、ね、個人的に、ね、あったら聞いていただければと思いますけど、最後1個だけちょっと時間も本当に押してしまって申し訳ないんですけど、もし誰かありましたら1個質問取ろうかなと思いますけど、どうです？すいません、お聞きしたいのですが。はい、どうぞ。長期間留学する場合は洋服をどのくらい持っていかれましたか？どのくらい、洋服をシーズンごとで、例えば夏物と冬物を両方持っていった方がいいのか、うんうん、それとも親から送ってもらえばいいのか、うん、そう、はい、教えていただきたいです。ありがとうございます。そしたら、
そうですね。1年留学されてた方は、笹本さんと、あと高木さんかな。1年の、まあ、フルシーズンだと思うんですけど、洋服とかどうされてましたか？じゃあ、高木さんから。まあ、カリフォルニアだとそんなに古式の違いというものがないので、うん、まあ、夏服メインのちょっと上着みたいな感じになってしまうので、土地にもよると思うんですが、そうですね、まあ、使えそうな、なんかいろんな使い道が多そうな服をとりあえずいっぱい持ってっておいて、あとは可愛い洋服も現地にたくさん売ってるので、うん、あとアメリカっぽい服はやっぱアメリカで買うのがいいと思うので、うんうん、あの全然持っていき忘れたからといって焦ることはないかなと思います。そうですね。現地でも調達ができますよね。笹本さんはどうですか？なんか、ご両親に送ってもらったりとかありました？あ、そうですね。一回、家族が会いにカリフォルニアまで来たんですけど、その時に足りなかったもの、例えば私も高木さんと一緒で、結構夏服をメインで持って行ってたので、うんうん、朝晩とかはちょっと寒くって、うん、そういう長袖の服をそんなに持って行ってなかったので、上着とかを、そうですね、持ってきてもらいました。うんうんうん、そうですよね。やっぱり、寒暖差結構激しいですよね、カリフォルニアは。その朝とか夜は寒いと。うん、で、その防寒、ちょっと脱ぎ着、調整できるものがあるといいかなとは思いますよね。はい。そう、だから2人のお話を聞いてると、そこまでは持ってってないのかなという感じですけど。そんなに持って行ってないですね。別にそれでそんなに困った経験とかも私はしなかったですね。うんうん。そうですね。だから、まあ、使えそうな服を持ってって、で、現地で調達するっていうような感じがもしかしたらいいかなと思います。はい、ちなみに福原さん、カナダは結構寒いから、防寒は？そうですね。行った時もマイナス10度とかで、うん、なんか、結構薄めの、ウルトラライトジャケットなんですか、ユニクロの、あれを持ってったんですけど、ちょっと寒かったな。あと結構キャンプとかハイキング行くと、本当に山行くので、カナダの冬の山って結構、春の山でももうかなり寒いので、まあ、その辺、まあでも借りたりできるから、そんなに心配しなくていいかなっていうのはあるんですけど、まあなんか、私がそのなんで服いっぱい持ってった方が良かったなって思って、まあ1週間分があったんですけど、その送ってもらおうと思ってちょっと少なめに持ってったんですけど、うん、ちょうどコロナで日本からカナダに送れなかったんですよ、何も荷物が。で、そのもともとその足りない分を送ってもらうっていう、想定で結構友達とかも結構少なめに持ってきた子とかは、その送れないっていうこと知らなくて、で、それで現地で調達するってなった時に、その費用とかも結構かかっちゃって大変だったっていうのがあったので、うん、まあ、その日本からの宅配ができるかとかも調べといた方がいいのかって思います。ね、確かにそれはちょっと予想外ですよね、コロナで。はい、なるほど。そうですね、事前調査も必要ということで、もうありがとうございました。ではですね、ちょっとまとめに入りたいんですけど、最後にですね、一言ずつ、なんか留学してよかったって思うことで、まあ、聞いてる皆さんにメッセージという形で、ちょっと一言ずつお伺いできればなと思います。まあ、総括みたいな、留学の総括ということで。じゃあ、発表通り高木さんからお話ししてもらいます。はい。まあ、一年間留学してよかったなと思うことは、やっぱり人との出会いかなと思います。まあ、日本人もたくさんいるんですけど、アメリカにいる日本人も日本にいたら会えない子たちだったし、もちろんアメリカの子とか、それ以外の国から来た留学生の子とか、日本にいたら出会えない人とたくさん出会えたので、そういったつながりを得られたことが一番良かったかなと思います。ありがとうございます。はい、じゃあ続きまして笹本さん。はい、私も同じく友達ができたことと、あとはまた帰りたいなって思う
自分にとってすごい大事な居場所ができたっていうのは本当に良かったと思います。あと授業、さっき言ったみたいに結構課題とかも忙しかったんですけど、その分その誘いを断らないっていう風に決めてたので、勉強も一生懸命やって遊ぶのも一生懸命やってたので、結構自分のキャパシティを増やすことがこの1年できたなって思いましたね。なんかその挫折とかもいろいろ本当に経験したんですけど、まあ、そういうのから得られることの方が多かったですし、まあ、英語に関して言うと、実際に使ってみて本当に自分が何の能力が足りないのかっていうのは結構明確になったし、でそこが一番伸びたなって実感できたので見てよかったと思ってます。ありがとうございます。では、福原さん。はい、私も皆さんがおっしゃってるように本当に人との出会いと、あと新しい体験が経験がたくさん詰めたことが留学してよかったことだと思います。で本当日本だったら友達にならない、なれないような人と、あと本当にいろんなバックグラウンドを持ってて、いろんなキャリアを持ってる人と知り合って、で話を聞けて、でいろんなことを一緒にできて、もうその経験自体がすごい自分にとって価値、すごい価値のあることでしたし、またいろんな、まあ、困難にも直面したんですけど、そういうことも、まあ、乗り越えた先で本当に新しい自分に気づけた。しプラスで、まあ、自分の自信にもつながったので、本当に今回留学してよかったなと思いました。ありがとうございます。では池田さん、最後にお願いします。そうですね、僕は、まあ、皆さんと同じようにももちろん人との出会いっていうのは一番良かったなって思うんですけど、まあ、他の見方で言ったら、まあ、なんか自分自身のその人との付き合い方はすごい変わったなって思っていて、もともと留学行く前は、まあ、留学の目的がほぼほぼ語学力向上っていうところで、でプラスその自分はめっちゃ家でダラダラするのが好きだったんで、留学行く前本当になんか友達と飲み会とかあんまり行くタイプではなかったんですけども、まあ、留学を経てこういろんな人とこう頻繁にパブとか行ったり、まあ、旅行とかいっぱい経験して、こうなんか今までの大学生活さ、なんかもっとこうアクティブに生活してればもっと楽しかったんだろうなっていうのをこう留学を経験してそう感じたんで、まあ、そういう点でこのイギリス留学を通してこう今後長く付き合う友達ができたっていうのは一番嬉しかったですし、まあ、貴重な経験だったかなって思ってます。はい、ありがとうございます。では皆さん、最後までね、お付き合いいただきましてありがとうございます。皆さんがその留学を通して様々な点でこう成長したっていうのがすごいいろんな回答で伝わってきました。皆さんも聞いてる皆さんも多分ね、そういったところが伝わって自分も留学したいなって思っていただけたかなと思います。ではありがとうございます。まずはここで一回拍手をお願いします。皆さん、リアクションでね、拍手を送ってあげてください。ありがとうございます。では、最後ですね、ちょっと簡単なんですけども、SF のお知らせということで、お話しして終わりにしたいと思います。SF なんですけど、まあね、興味持って、まだ個別相談したことないよっていう方も、いるかなと思います。で、お問い合わせどうやってやるかっていうと、個別相談はですね、SF のトップページの、上のところに、個別相談予約っていう、がありますので、そこからですね、予約、カレンダーを見て自分で日にちを決定することができますので、そこから予約をしていってください。あとはですね、イベントいろいろやってまして、来週は個別相談会という、土曜日の個別相談会やってますし、その次の週はですね、就活留学と就活セミナーといって、専門の講師の方をお呼びして、まあ、留学行く前に、まあ、就活を、見据えた、まあ、行動、どういったことをしておけばいいかっていうのを、お話しするセミナーを、企画しておりますので、興味ある方は、このニュースイベントっていうところから、予約ができるようになってますので、ぜひそちらも見てみてください。で、ブログですね。今回4人ご参加いただいたんですけども、SF 留学経験者たくさんいらっしゃいまして、その方たちの、ブログですね、
載せております。今日お話しいただいた福原さんだったりね、池田さんのものも載ってますけども、先輩方の、留学の、まあ、体験レポートですね、写真付きで載ってますので、ぜひ皆さんの参考になるかなと思います。これとってもいい内容なので、皆さんちょっと目を通して見ていっていただければなと思います。他のね、今日参加されていない大学の情報なんかもありますので、ぜひこちら見てください、はい、あとは最近なんですけど、昨年かなから、政府インスタグラムを始めました。でたくさんね投稿をしています。留学先の情報だったりとか、さっきご紹介した、留学の、している方からのレポートだったりとか、イベントのご案内とか、あとは出願の締め切りいつですよみたいなご案内とか、情報ですね、このインスタグラムで投稿してますので、皆さんフォローをお願いします。このね SF ジャパンっていうところですね、はい、お願いします。で、政府はですね、個別相談10時から5時の間で、やってますので、ぜひ、いつでもご予約いただければなと思います。はい、じゃあ、以上になります。説明会のですね、アンケートをですね、この QR コードからお願いしてますので、ちょっと、簡単です。ほんと5分もかからないものなので、皆さんご協力をお願いします。はい、では、ここで、座談会を終了したいと思います。皆さん最後までご参加いただきまして、そして帰国生の皆さんもありがとうございました。以上で終わりになります。ありがとうございました。